ワイヤレス USB、ワイヤレス USB、ワイヤレス USB、WASB とは、コンピュータ用の無線接続の通信技術の一つで、短い距離を結ぶ、有線通信である USB を拡張して、有線通信の安全性と速度を確保しながら、無線通信の使いやすさを持つ、技術規格である。デジタルカメラ、ビデオカメラ、ハードディスクドライブ、 DVD 機器等の大容量データ転送用途を想定している。2004年2月に WASB の企画を策定するための推進団体として、ワイヤレス USB プロモーターグループが発足した。同グループには、アゲレシステムズ、ゲン、LSI コーポレーション、ヒューレットパッカード、インテル、マイクロソフト、日本電機、フィリップス、サムスン電子が参加している。 2005年5月にはワイヤレス USB スペシフィケーション1.0の仕様が完成したことがアナウンスされたがホストとデバイス間の初回の接続手順を定めたアソシエーションモデル部分の標準化が難航し結局同モデルの標準は2006年3月に公開されたそのため WASB を搭載した最終製品の出荷は2006年後半までずれ込んだまたマイクロソフトも Windows Vista のリリース版には、WASB 用のデバイスドライバーは収録されないことを明らかにしている。2017年現在、WASB に対応したパソコンや周辺機器はほとんど市場に出てきておらず、日本国内では、バイ・イ、e、ーデータから発売された、ワイヤレス USB 対応レシーバーとワイヤレス USB 対応 US ハブのセット品ンラビ・ J シリーズの最上位機種で、 ワイヤレス USB 対応 PC とワイヤレス USB 対応 USB ハーブのセットが発売されたのみにとどまっている。WASB は数 GHz もの超高帯域を用いる無線技術である UWB をベースにスペクトラム拡散技術を使用している。アメリカ連邦通信委員会では UWB を最高複写の中心周波数に対して複写電力が10デシベル下がる。 周波数帯域幅が 500MHz 以上、または中心周波数の20%以上の無線通信と定義している。物理層、MAC 層の規格としては、ウィミディアアライアンスが推進するメガバイト、OFDM 方式を採用している。米国では軍事技術として開発された u w b であったが、2002年2月に民生機器での利用が認められた。 通信速度はホストデバイス間の距離等により変化することがあり、物理層で53.3から 480Mbps をサポートする。ホストデバイス間、距離 3m で 480Mbps、10m で 110Mbps の性能を目標として設計されている。データ転送は 128bit ICE で暗号化される。一つのホストが 同時にすべてのデバイスと通信できるため、有線の USB と異なり、ハブは使用上存在しない。ただし、有線の USB デバイスをワイヤレス USB につなぐための有線 USB デバイスから見ると、ハブ的な動作をするデバイスクラスは定義されており、デバイスワイヤーアダプターと呼ばれる。現在市販されている。 有線 USB の先につなぐことのできるワイヤレス USB の親機はワイヤレス USB の使用上のホストである。一つのバス上のデバイスは127個で有線と同じ。論理層では有線 USB とほとんど同様の仕様になっているが無線の性質を反映してアイソクロナス転送の仕様は異なっており一定数の再送などを行う。 有線 USB では再送は行わない 40Mbps までに制限されるなどのサインがある。WASB はスタートポロジーを使用し、1台のホストで最大127台のデバイスに対応する。いわゆるデュアル、ロールデバイス、ホストとデバイス両方の機能を持つ機器にも対応しており、例えばデジタルカメラがコンピュータに接続されているときはクライアントとして動作し、 プリンターに直接画像を送るときには、ホストとして動作する。サイプレスセミコンダクター社は、ワイラスアスビーという 2.4GHz の ISM バンドを使用したプロトコルを発表しているが、これは常日のワイヤレス USB とは関係ない。ワイラスアスビーの通信範囲は10から50メートルで、入力デバイス向けに設計されている。現在、ベルキン、ロジテック、 バーチャルインクより製品が提供されている。クエアスビーのロゴ使用及びクエアスビーの製品発売、市場投入は USBIF の試験、認可が必要で、認可されたクエアスビー製品は USBIF の公式サイトで確認することができる。サーティファイドワイラスアスビーリスティング製品、認可承認された製品は、下記 USBIF の URL に掲載公開されている。 http://www.usb.org/.compliance/.view/.catalog search select item process refresh dev カタゴリス ="equal all percent 20カタゴリスリテールカタゴリース ="all percent 20カタゴリスリ スピードイコールワイヤレスラフェリング R イコール http%3a www.usb.org スラッシュアバウトステップ %3a イントイコール 2& サイトムリストオーダービーイコールプロフィールサイトムリストディルイコール 0&& バッチサイズイコール 10& サイトムリストスタートイコール31一時期は ブルートゥースを統合して、ワイヤレス USB が標準規格となるという市場予測もあったが、Windows 標準でサポートされないこと、ハブに対し、ベッドドライバーやユーティリティのインストールが必要や、ワイヤレス USB と競合関係にある、ワイヤレス USB より長距離の通信に対応した、無線 LAN 対応 USB、デバイスサーバーや USB、デバイスサーバー搭載無線 LAN ルーターの存在などにより、 2017年現在、ワイヤレス USB 対応 PC も、ワイヤレス USB 対応 USB ハーブも発売されることはなくなっている。現在では、メーカー独自企画のワイヤレス USB レシーバーと、ワイヤレス対応周辺機器を、ワイヤレスで直接接続することが主流になっており、マウスやキーボードなどで多数製品が発売されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。